皆さんこんにちは。リムです。カンナです。はい、ということで今日は事務所に撮影に来たということでゲットレディービズミーを2人で、はい、合ってます。系統バラバラな2人で撮っていきたいと思います。イエーイあのお互いにカラコンだけは入れてる状態です。リムのカラコンはキャンマジの黒コン、キャンマジの5番、そう、多分それ。かわいい。キャンマジの黒コン使ってます。はい、カンナはカラーズのメガリングドーナツです。ということで、はい、ゲットレディーウィズミーやっていきたいと思います。レッツゴー。見て、ピン、しんちゃん前見ろ。やばいね、すっぴん。え、すごい、ほんとにやばい。なんか、薄すぎる。全然そんなことないよ。まず、こちらです。リムは。コンシーラー。ザセム。まず、日焼け止めです。アリーの日焼け止め、こんな感じです。一番最初から違うね。うん。ね。でね、なんかね、最近ね、うん、今までずっと下地っていうものを使ったことがなかったの。ね。で、マジで？そう、そうなんだけど、うん、なんか下地ってさ、ポール&ジョーみたいなのとかいっぱいあるじゃん。なんかね、だけど、うん、そういうのも使ったことなくて、うん、ずっと使ってなかったんだけど、ね、友達が使ってるの見て、うん、いいなって思ってケイトの下地を買ったの。あ、なんかちょっと緑のやつ、うん、赤みを抑えるやつ。そう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 、それ買ったんだけど、うん、白くなりすぎて顔白いよってめっちゃ言われるからもう使わないことにした。え、でもまず化粧品って難しいよね、本当に。難しいよね、鬼むずい。同じ種類何十種類、何個もあるかな。マジでやだ。はい、次に下地を塗ります。ウィセみたいな名前のやつ。え、聞いたことない。マジで、なんか今 TWICE のツイが CM してる。へえー。で、今日はちょっとニキビがやばいので、肌荒れがやばいのでめちゃめちゃ塗りました。マジでカバー大事ね、大事。で、コンシーラーは乾かします。え、乾かすの大事だよね、うん、やばい。てか、なんか下地だけとか、ん、下地してる瞬間が一番ブスかも。え、待って、わかる。なんかすっぴんよりブス。なんかマジで白紙。白紙死んだ。クリオ、クリオのピンク、あのファンデのパフでコンシーラーをポンポンしていく。なんか面白くね。はい、次になんだっけ、粉使います。デコルテのピンクっぽいやつです。なんかこの粉ね、田中みな実が使って、あ、待って、やば、間違えました。やばいやばい、コンシーラー忘れてました。え、待って、最悪最悪、コンシーラー忘れてた。面白すぎてコンシーラー忘れてた。え、すごくない？なんかそれ、あの下地、下地だけでもうそんな顔白くなってるのに、うん、コンシーラーもやってファンデもやってってだったらもっと白くなるってことでしょ。ファンデ使わないんだよね。そう、マジで。え、マスクしてたじゃん今まで、うんうんうん、でマスクにファンデつくのが嫌すぎてそこからファンデ使わなくなった。びっくり。あと、なんかファンデ使う、ファンデがマジで肌に合わない。あー、わかる。なんかどういうの使ったらいいかわかんないな。何が一番自分に合うのかわかんないし、考えるのめんどくさくなってファンデはやめた。終わった。え、顔白くね。なことない、なことない。オッケーオッケー。なんかね、これカメラで見るとめっちゃ白いよね。ね、わかる。なんかでも鏡で見たら大丈夫なんだけど、カメラで見たらマジ白い。ね、コンシーラーはこのキャンメイクのめっちゃ硬いコンシーラー使ってます。何そんなの、あー、わかる。それ、これマジでいい、本当に。それいいって聞くよね。本当に隠れる。なんかさ、自分一人でさ、メイクしてる時ってさ、何も考えないでただやるじゃん、うん、だけどさ、こうやって話しながらやるとやっぱ深いよね、メイクって、うん、マジメイク深い。可愛くなれるだけあって深いよね、やっぱ。メイク作ってる人って本当に天才だと思う。うん。え、マジで、なんかお金あげたい。あげてるか、メイク買ってるから。どういうこと？見つけたい。てか、鼻のコンシーラー伸ばしてる時の顔が多分一番むずい。ちょっとわかる。なんかこういう顔でしょ？え、そうそう。
てかさ、あのリムたち初めて会ったのさ、シンデレラフェスの時じゃん。そう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 。なんかその前まで、その前からもう全然知ってはいたの、うん、かんなちゃんのことを。ありがとうございます。で、あのね、会ったら普通に思ってたのと違うの、まず。なんか顔が思ったのと違うとかじゃなくて、うんうん、顔は本当にもうあのインスタで見るまんまだったんだけど、テンションっていうか、なんかテンションとかノリとかが、うん、あの全然リムと一緒すぎて、あ、もっと静かだと思って、そうそうそう、もっと静かで、でもそれめっちゃ言われる、言われるよ、やっぱり、マジで言われるだと思う。めっちゃなんかあのはっちゃけてる感じ、はっちゃけてるし。もっともっとなんか静かで、うん、なんて言うんだろう、何も喋らないような子なんだろうなって思ってたんだけど、顔が無口無口が無口だけど、うん、全然そんなことなくて、そう、それよくマジで言われる。てか、うん、なんか普段喋りすぎて、うん、なんか多分黙ってたらモテるって言われる。あー、リモも言われる、ごめん、あ、言われる、ごめん、リモも言われる。じゃあここは黙ってたらモテる同士です、はい、同士です。なんかいろんなとこにアイプチついてるのやめてほしいんだけど。死ぬ。でもアイプチマジで苦手なんだよね。前なんかつけたらまつげまで切っちゃって、すごい最悪な思い出しかない。え、まつげ切るだいぶパッと。パンで終わったじゃん。あ、パウダーします。パウダーはすっぴんパウダーです。やばい、この光マジで白くなる。ね、すごいよね。うん、超美白効果。あ、美肌か。絶対にリムよりおかしい。でも痛くて普通なんだよね、これが。え、てかギャルかわいい。マジ？うん。でもなんかやってみたいなって思うけど、うん、普通に似合わない気がして全然できない。なんか踏み出せない。あとさ、跳ね上げ、うん、じゃん、アイライン、うんうんうん、大体の方が、うん、だから跳ね上げアイラインをうまく描ける人ってほんとすごいなって思ってて、マジで描けない。わかる。でも全然描けない、跳ね上げは難しい、うん、永遠に無理、跳ね上げは。マジで系統違うけどさ、性格は一緒だよね、うん、だけどなんか TikTok とか見てる限り、うん、あの使ってる音楽とか全然違うなって思う。わかる。聞く曲とか、うん、ラップ系、あ、そうだよね。絶対にヒップホップ聞かないっしょ。ラナ、あ、ラナ、そう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 、ラナ好きなの。ヒップホップとか本当に聞かない。たまに TikTok で流れて、おうってぐらい。おはい、次、眉毛。眉毛はキャンメイクのやつ。あ、言うの忘れてた。アイシャドウ終わった。で、今からアイラインです。逆にどういう曲聴く？え、なんかバンド。あ、バンド系、バンド系とか、うんうん、あと女のアイドルの歌めっちゃ聴く。へぇ、え、戦慄かなのってわかる？あ、わかる、めっちゃ可愛い。そう、去年のクリスマスに渋谷に行って、うんうん、で、それでその時にちょうど戦慄かなのちゃんが、うん、渋谷で、うん、なんだっけ、ポップアップみたいな、ポップアップショップ開いてて、それでここに行きたいなって思って行ったの。そしたら、戦慄かなちゃんがなんかサプライズ来店みたいな、うん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 、してて、てか109の前で歌ってて、えみたいな、やばいやばいやばいって思って、109の前歌えるんだ。何週間後かに戦慄かなちゃんが一人でワンマンライブするからみんな来てくださいみたいな、うんうん、ライブ終わった後にビラ配ってて、そのビラもらった時になんかめっちゃ可愛くて、やば、え、こんなに可愛い天使の方が私にビラをくれたのみたいな、うんうんうん、でも本当に可愛すぎて、うん、今でもやばい、やばい、思い出しただけで手汗止まんないんだけど、待って、えぐ。でも本当に可愛かったの。だから可愛いよね、めっちゃわかる。だからなんだっけ、ワンマン行った。え、行ったの？そう、超天使、マジ天使。まあそれはビラ配られたら行くしかないよね、うん、普通に普通を超えてきてる。普通じゃない、普通じゃないぐらい本当に可愛い。あ、アイライン終わってね、今涙袋引いてます。え、てか涙袋ね、これめっちゃいいの。どうだ、ダイソー。へー、ユアグラムいいよね。そう、わかる。アイブロウペンシルなんだけど、あ、同じの売ってる。そう、いい感じに涙袋が引けて本当にとても優秀。高校楽しい？
高校めっちゃ楽しい。多分入る高校本当に正解した。へえ。あ、でもね、あの体育祭の TikTok 見たよ。あ、見た。そう、めっちゃ可愛かった。めっちゃ楽しそうだなと思って。そう、中学あんなのできないのよまだ。そうだよね。中学、え、でもなんか地元の中学で折り紙はしてないけど、うんうんうん、なんか水鉄砲で凝ったりしてる子いて、うんうん、あ、なんか時代変わってんなって思った確かに普通に自分の時できなかったなって。その学校によって全然違うよね、校則みたいな、うん。私の高校は割と緩いかも。へえ。うん。髪染めだけダメ。え、髪の毛染めたことは？ない。ないんだ。本当にないんだよ、ね。同じだ。あ、ないんだ。インナーとか入れてそう。え、なんかね、髪、え、なんかめっちゃそれ言われるの。髪の毛金髪にしてそうとか。うん。めっちゃ言われるんだけど、髪の毛はね染めたくない。あ、そうなんだ。痛むじゃん。ね、マジで痛むよね。でもね、黒って垢抜けないじゃん。そう。開かないけど黒って開かなきゃないなって。だって中二だよね。うん、やばい。カンナの中二とリムちゃんの何今を比べたらもう本当に何天と地。絶対そんなことないでしょ。月とすっぽんマジでやばい。本当に開かない。でも本当にね、今の時代ってさ、小学校6年生とか小学校5年生とかもさ、全然見えないじゃん。ね、え、それでランドセル背負ってんのみたいな子多いよね。そうそう。だから自分で言うのもなんなんだけど、うん、自分の妹がマジでそうなの。あなたそれでランドセル背負ってんのみたいな。本当に思うの。逆にランドセルが似合ってないってそれはちょっといいな、妹。え、妹とかいない？いない、めっちゃ一人っ子。一人っ子ってな、え、でも一人っ子もまあ良さそう。まあ楽だけど、うん、ちっちゃい頃はなんか遊び相手欲しすぎて、うん、なんかめっちゃ寂しかった。だから超ぬいぐるみ家にあるえ、多分マジで一人っ子あるある。家にぬいぐるみ買いがちみたいな。あ、それあるね。うん、いや、ティーパーティーとかしてたもんえ、早いね。やばいってマジで。でもカンナ髪が割と時間かかるかも。多分ね、カンナちゃんが髪の毛終わる頃にはリムは多分どっちも終わってるから。マジちょうどいい。いける、落ち着くね。俺もメイク紹介、メイクの道具紹介マジ全然してない。どうしよう。大体キャンメイクかセゾンヌです。キャンメイク全然使わないんだよな。あ、本当に。うん、え、何使う？え、何が多いんだろう。シャネルとかめっちゃ使ってそう。うわ、シャネルはね。一個も持ってない。あれ、ケイト多いかも。あー、ケイトのアイライン使ってそうかも。でもケイ、アイラインはケイトじゃないあれ、全部外れてる。じゃあハイライト何使ってると思う？待って、ガチで考えちゃったえ、ハイライト、はい、ケイト、ケイト。あー、惜しい。全然違います。え、何使ってんの？セザンヌちょっと待ってやば、それ以外使わないもん絶対に。ハイライト何使ってんの？あ、セザンヌだ。おお。アイシャドウはロマンドのピンク。ほんとね、メイクだけは長いんだよな。でもあれだよね、丁寧、丁寧にやって。そうだね。いかに自分を盛るかえ、でもね、今ほんとにね、マジで、うん、あの、リムより遅い子いるのってくらいほんとに遅い。それこそさ、シンデレラフェスの時も、あの、もうそうだけどさ、リムだけ最後までメイクしてたよ。確かにね。それで、マジで、横見たらみんな TikTok 撮っててびっくりしたし、なんかね、アイラと遊んでる時とかも、あの、一緒にお泊まりして朝一緒にメイクするとかの時も、あの、リムはまだ眉毛とかなのに、アイラメイクもう終わってんの。え、マジで？そう。え、みたいな。本当にメイク遅いの嫌なんだよね。なんでこんな細いんだって感じ。眉毛結構こだわり強いんだよね。綺麗だから眉毛に結構時間かけちゃう。え、てか眉毛にさ縦線入れるのめっちゃ似合いそう、うんうん、うわー絶対に入れないセザンヌのスタイライナー。もう涙袋はこれしか勝たん。いやマジでね、それ本当に使いやすいよね。うん、マジでやばい。涙袋なかったら本当にやばい。え、わかる。マジで昔の自分見たら思うけど、本当になんで涙袋作ってなかったんだって思う
これ涙袋ってマジで顔変わるよね。涙袋をまつげで顔マジで変わる。めちゃめちゃわかる。じゃあ次ビューラーします。ビューラー一回脇に挟んであったかくしてください。脇派なんだ。脇派こんなライターの、あー脇かライターだわ今も。あ、と髪の毛を巻くときは一旦こうやってなんか髪の毛に全体に熱を通してから巻いた方が髪の巻きが取れないのでおすすめですよらしいです。おすすめです。やばいロングズル。逆にその長さが似合わないの本当に。え、ディムもね言うて似合わないよ。え、似合ってるよ。いや絶対にロングの時の方可愛かったもん。マジで。だってね去年の夏とかは全然ロングだったんだけど、マジで、うん、あのオールバックのポニーテールとかめっちゃやってたの。あ、そういうのマジやりたくて仕方ないもん。髪巻きたいし。その長さの方が好みかも。え、マジで。可愛い。あ、ありがとう。絶対似合う。マジでロングやりたくて仕方ないな。でもこの長さで染めたいなってのはある。何色？ピンク。ピンクだべ。言うと思った。なんで分かったの？すごい。でもなんかカンナがしたいピンクがブリーチ2回だったの。うわ。だからちょっと。ひよってる、ひよってるし、ね、なんか髪染めるって結構抵抗あるよね、うん、そうそう、あ、それが言いたかった。ちょっと一旦リップ塗りない。ちょっと血色がなさすぎて、ちょっとキモい。なんでこの髪、あ、この髪てかさ、はい、あの、ね、はい、やめて、はい、死ぬ、はい、死ぬ。街歩いててさ、うん、声かけられることってある？え、なに？どういう声？カンナちゃんですよね、みたいな。まあ、それはないわ。へぇ、ある？めっちゃある。すごい。なんかね、うん、最近渋谷でめっちゃ声かけられることあるの。ニムちゃんですよね。そう。でね、なんかこの間浅草の祭りわかる？浅草で祭りやってたのわかる？わかんない、あったんだ。そう、あったんだけど、うん、浅草の祭りで屋台並んでたら声かけられたの。すごー。で、なんか普通に、あの、後ろに並んでる人とかは、あの、なんて言うんだろう、別にリムのことを知らないじゃん、うん、だから、いきなり声かけられて、ありがとうございますってリムが言ってるのに対して、うん、何こいつ有名人なみたいな感じになるじゃん、うん、なんかそれが気まずくて確かに気まずい。そう、めっちゃ気まずかったの。なったことないけど、嬉し、声かけてもらえたの嬉しかったんだけど、祭りで2回くらい声かけられて、うん、すごいびっくりしたんだけど、びっくりしたし嬉しかったんだけど気まずかったでもあれだよね、シンデレラフェスのさ、帰りもサイン返してやん、うん、あー、そうそう、あのサインめっちゃ可愛い。なんかすごい手持ちしてくれてたファンがいたらしくて、うん、待っててくれたの。素敵や。てかファンいいな。ファンください。そっか、初めて出会った時シンデレラフェスだったもんね。そう、てかあの時にアンナ以外全員初めまして。へえ、そうなんだ。そう、リムは、あ、リムも言うてカホ以外初めましてだったわ。そうなんだ。うん、カホちゃんとの初めましての事務所。カホとの初めましては事務所の撮影の時。うん、そうなんだ。でもカホリムってお互い中学生。カホ1個上、中3か。そう、中学生、お互い中学生で、うん、お互いあのビジュアルって本当に素晴らしいと思う。可愛 いよね、カホ、うん、いや、お互い可愛 いマジで可愛 いですよ、うん、2人とも可愛 い。え、アンナちゃんとさ、うん、あの、事務所入る前からお友達なの？うん、事務所。あ、事務所か、やっぱり事務所で初対面。へぇ、地元一緒だよね。県が同じなんだって。あ、そうなんだ。そう、でも全然遠いよ、家。あ、そうなんだ。うん、アイラちゃんとめっちゃ家近そう。え、全然近くない。あ、そうなんだ。もう SGM みんなバラバラじゃない？確かに。え、結構あれだよね、なんか前シンデレラフェスで思ったけど、うん、なんか、え、関西の子もいるんだみたいな。関西の子関西ってどの辺？え、あの、
神戸とか大阪とか。あ、めいちゃんとか。そう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 。めいちゃんどこの子だっけ、兵庫だっけ。そう、兵庫。兵庫って関西なの。関西弁可愛かったよね、めっちゃ。わかる、ね、やっぱ方言ってマジで可愛いよね。え、青森って方言ある？めちゃめちゃに。え、マジで？めっちゃなまってるよ。なんだかなんだべーみたいな。そうね、マジでそんな感じ。そんな、そうなんだ。ま、なんかそんな感じではないけど、うん、そんな感じではあるね。あ、はい、前髪作ったんで今から固めます。え、すごい固めるんだ前髪。そう、防風とか着てもなんか前髪だけ動かないの。だからキモい。前髪だけは刺繍。マジで固めすぎ。え、めっちゃ綺麗や前髪の形。なんか研究した。すごいよね、そんな前髪作れるの。え、初めて作れた時本当に感動したんだよね、マジで。やばい、やっと作れたみたいな。うん、進んでいかないと。え、でももっとすごい子は、うん、前髪と、うん、デコ、ん、前髪にアイプチののりつけてデコにくっつけてる子いる。え、どういうこと、どういうこと。なんだよ、だから前髪のさ、うんうん、裏側にアイプチののりつけて、うん、そのままデコにペタって。え、動かないってこと。それでそう動かない。えー、すごっ。てかそのマスカラめっちゃいいらしいね。やばいよこれ。なんかメイベリンです、スカイハイです。めっちゃバズってたよねそれ。めっちゃバズってた。え、てかまつげめっちゃバサバサで可愛い。めっちゃ言われてバサバサだよねやっぱり。待って、長くね。え、長いのこれ。うん、いいな。あ、前髪完成しました。やばいやばい。今が遅い。待って、でももう終わりよ、メイク。はい、ラストスパート入っていくぞ。ラストスパート、ケイトのパウダーで鼻やります。はい、アホ毛がやばいのでアホ毛を抑えます。なんか本当にアホ毛やばいんだよね私。なんなんだそれは。アホなんだよ。あ、そういうことか。リムもめっちゃ甘いもん。出ちゃうんだ。そう、やっぱりちょっと気まず。勉強しなきゃな。やばい、知識入れなきゃ。え、でも頭良さそう。え、マジで、うん、それだけは言わない方がいい。あと、なんか、うん、公認になるのギリギリ。だからもう公認になれたからもう本当に、え、マジで褒めてってぐらい。え、マジでみんな褒めてあげましょう、それは。うん、おめでとう。ありがとう。お次は高3になれるかどうかなんですけど。おほりまだ取ってくる。えー、やめてよ。はい、じゃあ髪の毛を、あ、これ今冷ましてたんですけど、冷ましてからほぐしたら結構形が、ね、ずっと続くから、冷ましてからほぐします。で、今からほぐします。でもなんか語彙力ないの多分本当にバレバレ。あ、で、なんかほぐすときはなんかこうやって、なんか何なんかめっちゃ言うね。手の、手を、手の指の間をなんかガーって、なんかめっちゃ開いて、なんか禁止ゲームしてみて。めっちゃ開いてて、で、それでそれで、それでガってやるの。ねえ。やばい、なんかなかったらやばいわ。はい、なんか手を広げて、なんかガってやってください、うん、そうしたらめっちゃ綺麗にできます。はい、そしたらハイライトやります。セザンヌやばくないこれね。あの、この蓋が壊れちゃってないから、アイプチの、見て、待って、そんなことある。アイプチの、アイプチのやつを、あの、カバーみたいにして、あの、ゴムで押さえてる。すごい、遅さの差が。はい、メイク完了です。え、どうしよう、前髪。あ、何、え、前髪ありって何。普通に下ろす前髪で、インスタ見た方が早いかも。あ、そうだね、 TikTok 結構、あれ TikTok 見た方が早いかも。本当に。あ、本当だ。おー、あ、この湧きてる前髪めっちゃ可愛い。もう、じゃあそれにしようかな。あ、
でもないものかわいい、やば、優柔不満出てる。どうだろう。あ、なしかもね、服装的に。じゃあ、なしで。一旦なしでいきますね。はい。ちょっと前髪濡らしてきます。髪の毛はこんな感じ、ストレート。はい、こんな感じで2人の Get Ready With Me でした。イエーイ。楽しかったです。楽しかったです。意外とね、マジで一緒だね。使ってるものも結構同じなのあったし、うん、そう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 、ね、思った、マジでね。顔面はマジで違うけど、うん、って感じですね。はい、本当に、はい、こんな感じでこの動画終わりにしたいと思います。この動画がいいと思ったらグッドボタン、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。